新文芸座は東京都豊島区東池袋にある映画館。1956年3月、作家の三角館により発足した人生座の姉妹館として文芸座が開館。館内には死ね、シネブティつク、文芸座地下劇場、ルピリエが併設されていた。1960年代は小築洋画系の風切り館だったが、人生座の閉館後は、 名画座に転向ビデオをぶっ飛ばせ、などのユニークな企画名を冠した様々な特集上映を行った。文京区を和わでレンタルビデオ店を経営したこともあるが、1990年代前半に閉店している。40年以上にわたって営業を続けたが、建物の老朽化や経営者だった三浦大志郎の事情などにより1997年3月6日を、 もって閉館。跡地はマルハンが借り受け、パチンコやビルとして再建。2000年12月12日、テナントの一つとして、新文芸座がオープンし、現在に至る。旧文芸座時代から、落語やお笑いのトークライブ会場としても用いられているほか、映画監督や俳優のトークショーなどの催しも行われている。平成15年度文化庁映画賞について、芸術文化、 文化庁、2012年10月17日時点のオリジナルより、アーカイブ、2014年4月19日閲覧、新聞芸座支配人、八田よ一郎その一、裏方に聞く、芸能往来、2014年4月19日閲覧、ありがとうございます。